ヨシュア記の第五章の一節から朗読いたします。ヨルダン川のこちらから西の方にいたエモリ人のすべての王たちと海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。まあこれで大体勝負は決まるんですね。2節、その時主はヨシアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシアは自分で火打ち石の小刀を作り、ギブアテハアラロテでギブアテハアロテでイスラエル人に割礼を施した。ヨシアが全ての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出た来た者のうち男子、すなわち戦士たちは全てエジプトを出た後、途中アラノで死んだ。まあ悲劇的ですね。その出てきた民は全て割礼を受けていたが、エジプトを出た後、途中でアラノで生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間アラノで旅をしていて、エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼の先祖たちに誓われた地、父と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシュアは彼らが無割礼のもので、途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施した。民のすべての者が割礼を完了した時、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまった。すると主はヨシュアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名をギルガルと呼ばれた。今日もそうであると書いてあります。今私たちが学んでいるヨシュア記はつまずきの書ですね。皆さんはヨシュア記を読んでつまずかれたでしょうか。つまれた経験はあるでしょうか、ないでしょうか。まあ、ということは皆さんはヨシュア記を読まなかったということで読んだら必ずつまずきます。現代日本人はこんなことはありえるかと、こんな神はちょっと信じないだ、キリスト教の神は恐ろしい神だというふうに思っちゃう。それは聖絶という言葉で、聖絶というのは皆殺しですからね。まあちょっと考えられないですね。この軍隊が敵を皆殺しにしただけではなくして、なんと女も子供も皆殺しですから、まあクリスチャンでもちょっとおかしいんじゃないかなと、現代の道徳から見るといくらなんでもちょっとおかしいかなと、このように思ってしまうわけでありますけれど、まあ戦いというのは絶えずありますね。私たちの人生、子供であっても小学生であっても中学高校、まあ戦いはあります。例えば受験なんていうのは戦いですものね。まあ受験戦争という、昔は大学に入ることを受験戦争って呼んだんですけど、今はもう小学生が受験戦争で、今世田谷の方は毎日学校を休んで教会に来て勉強している女の子がいますね。小学生6年生もう学校では受験する子どもは学校に来なくてもいい、受験勉強を一人でもしていいっていうんで、弟がいるから勉強できないんで教会に来てもう長い時間一生懸命勉強してるんですね。まあ目指す学校に入るという、こういうことで、まあそんな姿を見ると本当に受験戦争かなと。中学になれば高校に入るために、高校に入れば大学に入るためにということで、戦い、いろんな戦いがありますよね。まあ、会社に入ったら、まあ戦いですね。で、大体大学を卒業した3分の1が3年以内に辞めちゃうと、やっていけなくなっちゃうという。
まあ、戦いに敗れたっていうか戦いを変えるというかね、なかなかこの戦い、仕事場の戦いというのは厳しいようですね。ですから、まあ、戦いはある、まあ、現代は個人としても家族としても教会としても新型コロナさんと戦っているわけで、そして私たちの体も戦っています。私たちの体は1日24時間体制で戦っている。私たちの免疫細胞が戦っているので私たちは生きているんです。私たちの体の中に四六時中戦いが行われているんですよ。そして戦いに勝たなければ、私たちは免疫が怖いとか言って逃げてたらもうコロナで死んじゃうという状況になりますから、戦って勝たなければ私たちは生き延びることができないんです。まあ、元気な人たち、元気な職業というのはまあ政治家ですよね。政治家は高齢になっても随分元気ですね。どうして政治家はそんなに元気なんでしょう。例えばどうして、まあ、トランプさんが74歳、バイデンさんが77歳であんなに理路整然とした心のこもった情熱的な立派なスピーチをするわけでしょう。そして、まあ、世界で一番大きな責任を持った人でしょうね。影響力が強い立場にあるわけで、どうしてこういう政治家たちはあれほど元気なのかというと、4年に一度彼らは戦わなきゃいけないんです。戦いが政治家であるためには、戦いが前に起これて、その戦いに絶えず、選挙は4年に一度しかないにしても、その戦いの準備を絶えずして、戦いの姿勢を絶えず持ってるから彼らは元気なんです。逃げたら我々は元気がなくなるし、元気がなくなれば私たちは健康を維持したり長生きすることはできないんですね。ですから、まあ、教会も戦い続けるというこういうことになると思います。願わくは私たちの免疫細胞がこのコロナ、新型コロナウイルスを整絶してほしいわけですよね。息の根を止めてほしいです。体から全部殺し切ってほしいわけですね。で、ホライズンに素晴らしいことが起こっているその一つ、まあ、今日は埼玉県の遠方の方がですね、ご自分の教会が礼拝してないということで、まあ、ホライズンの教会にしてくださいという展開式が行われるんですが、まあ、近々こちらにおいても洗礼式が行われようとしています。一つはファンキーフライデーナイトで、大学生の伝道がフライデーナイトで行われて、今までは町でやっていたものを瀬戸川に移したんですけれど、そこにですね、まあ、黒人の方、アフリカのナイジェリアの黒人の方がいらして、それからアラブ連邦じゃなくて、あれはサウジアラビアですね、サウジアラブのライラという女性が22歳でしょうね、まあ、ソロモンさんが、卒業した大学の後輩で、東海大学でしょうか、きっと外国人を受ける体制が出てるんでしょうけど、そこにいるイスラム教徒の人が来てるんですね。素晴らしいですね、イスラム教徒の人。私たちは、話し合った結果として、私たちの教会ではイスラム教徒を聖絶しないことにしました。で、彼らを受け入れようと、そして彼らに伝道もしない、クリスチャンになるように一切進めない。私たちはキリスト教という宗教を売ってるんではなくして、宗教に入ることを進めるんじゃなくて、イエスキリストを伝えて、イエスキリストを信じる素晴らしさを明かしたいんですね。で、この方はイエス様を信じて教会に来て、聖書を勉強にして、自分のイスラム教という宗教を大切にして、自分の家族を大切にして、まあ大人ですね。イスラム教徒だけど教会に来る、イスラム教徒だけどイエス様を信じて聖書を勉強する、イスラム教徒だけどクリスチャンと交わるという、お互いに学び合う。しかも長い間来てますからね、この人は。それで横浜の方で就職が決まってるんですけど、就職決まってもそれからずっと来ますと言ってるんですね。そういうわけで、まあ素晴らしいなと、イスラム教徒とクリスチャンが
共に礼拝する、共に、こう聖書を勉強するなんか本当に素晴らしいと思うんですね。まあ大人っていうか異文化体験っていうか、自分を持ってる人っていう、自分をしっかり持ちながら、そして相手の良さを見つけることができるという、こういう素晴らしい人で、こんな素晴らしい女性で、まあ礼儀正しいから必ず私がいれば私のところに来て挨拶をしてくれて会話をしてくれるんですね。もう社交的だし、きちっと会話が、ね、高齢の人ともできるしという。そしてどうしてもこういう人を見ると、私はイスラム教は立派な宗教だなって認めざるを得ないんですよ。木は実によって知られるって言いますよね。例えば皆さんが硬くて酸っぱくて美味しくないブドウの木は食べたくない、いくらこの木は素晴らしい木だったって、その実を美味しくない、食べないでしょ。ところが貧弱そうに見えても、ものすごく美味しいブドウの実を見れば食べますよね。イエス様は、木は実によって知られるということ、その宗教からどのような実が結ばれたかということが大切であって、キリスト教を誇ったり、キリスト教の宗教を誇ったり、それは悪くないんですけれど、それで人を裁いたりするのはおかしいですね。イエス様は裁くなと、裁かれないためであるということですから、自分がどういう実を結んでるだろうかということが問われると思うんですね。そういうわけで、このヨシアの軍隊がエリコに入り込んだのは、エリコにある宗教を滅ぼすためではありません。で、聖書にはアモリ人の罪が満ちたからであると、神様、アモリ人の罪が満ちたから軍隊が入って、そしてその罪を清めなきゃいけないという、こういうことだったんですね。じゃあアモリ人の罪が満ちたということはどういうことかというと、バール礼拝、あるいは、まあ、モレク礼拝というのは、まあ、バールがモレクであったということでよろしいと思うんですけど、特にモレク礼拝というモレクの偶像がありまして、その偶像が怒ってるから雨が降らない、作物ができないんだと。そして作物を得るために、このモレクの怒りをなだめなきゃならない、なだめの供え物を与えて、そして雨を降らしてもらおうという、こういう習慣があったわけです。でモレクというのは牛の顔をしている、人間の体を持っている、それが玉座王座に座って手を差し伸べているんですね。こういうふうにして、でそこに幼子を縛り付けて、聖堂でできているんですね、モレクの偶像というのは。幼子を縛り付けて、それで焼き殺したんですよ。でそのモレクの偶像というのは、シリアの方から、もちろんイスラエル全、エジプトの近くまでで発見されているんです。それぐらいこのアモリ人の罪が満ちたというのは、人見ごく、しかも幼子をそのようにして殺していたという。で最近で、まあ、2012年に世界を滅びるなんていうことで、かなり金儲けをした人たちが多いんですけども、ハリウッドもね、その映画をたくさん作りましたね。あれはマヤ文明でしょうか。マヤ文明で分かっていること、たくさん発掘されていることは、幼子の、いわゆる捧げられたという、特に、なんていう泉がありまして、円形の泉がありましてね、そしてそこで神に捧げたところの、体をそこに投げ捨てたと。でどうしてこのマヤ文明が滅びてしまったかという一つの説は、水が汚染されて、どうして汚染されたかというと、人見ごくをしたその体をどんどんと泉に投げ込んで水が汚染されて、それで滅びたという説が、いくつかありますけど、そのうちの一つがそうですね。結局マヤ文明は滅びたわけですけれど、また一番近くまで人見ごくをやっていたのはバイキングで、これもバイキングは子どもたちに酒を飲ませ、酔っ払せて船に乗せて、そしてその船を焼き払ったんですね、海の上で。それによって、まあ、神の怒りをなだめるという。でこのような文化というのは全部滅びているんですよ。
滅びるべきです。こういう文化が残るべきではない、こういう人々は残るべきではないんですね。そういうわけで、彼らは、このアモリ人の罪が満ちたという理由でこの軍隊が乗り込めなければいけないということでありました。そして、彼らはヨダン川って敵の地に入って何をしたかというと、割礼を施したっていうんですね。これは奇妙なことをしたもんだなと思います。なんなら火打ち石で割礼するということは男性の最も敏感なところで悲鳴を上げるぐらい痛いでしょうね。私は足もみをしてもらってますけど、時には悲鳴、足の裏を押すだけで悲鳴を上げたいぐらい痛い時がありますよね。それが火打ち石のような鈍い石の刀で男性の一番敏感なところを切り取るなんて、どんな痛みがあったのか。治るのに最低2週間、まあ2週間から4週間、その間に戦いはもう全く動くことができないですからね、割礼を受けたら。私の息子は割礼を受けました。私の時代、子供が生まれた40年前の時代はアメリカの病院では男の子が生まれると割礼をどうしましょうか、受けますかと言ってくれたんですね。でぜひお願いしますという、これは衛生上の問題で、私の息子は幸運で割礼をしていただいたんですね。で日本人にはこの問題が、衛生上の問題がある男性が比較的に多いんで、本当に日本人も割礼を受けた方が得すると思うんですけれど、そういうわけでうちの息子は衛生上の問題で割礼を受けました。7、8年前でしょうか、この町田にいらっしゃった男性22歳の方が町田病院で割礼を受けたんですね。受けないと受ける必要があって受けました。でその費用が15万円でしたからね、私の息子は5万円5000円でした。5000円じゃなくて5ドル、500円ですね。まあ、お皿、赤ちゃんですから、ちょこっと傷をつけてちょこっと取り除けばよかったんですけど、大人になって割礼を受けるっていうのはこれは大変な痛みで、彼の場合でも2週間、まあ、癒されるためにかかったんですね。戦いが迫っているなっていうことをするんだよということであります。しかしなぜかというと、イスラエル軍隊は特別な軍隊ですよね。どうやって勝利をするかを私たちは学ぶんですけど、第一番目は神様との関係を確認する。私たちは礼拝に来ています。神様を礼拝することによって、私たちは神と私たちの関係を確認する、そして教会員として神の家族としての共同体における自分の位置を確認する、自分は誰かということを確認するんで、これもう薄れていきますから、毎日曜日確認しないと、この確認というものが薄くなっていっちゃうわけですね。そしてまた、神様の約束を確認する。その約束というのはモーセを通して血と蜜の流れる血をあなた方に与えるという、この神様の約束を確認して、すでに受けたと信じるわけですね。割礼を通してすでに受けたと信じる。戦う前に、この聖書に書いてある通り、このイスラエル人、すでに割礼を受けた人あるいは全部死に絶えちゃったって恐ろしいことが書いてありますね。せっかく彼らは奴隷の状態からカナンの地に来ようとして、カナンの地の入り口まで来て、神がさあ入りなさいと言った時に、嫌だよって入りたくないって言ったんですね。でカナンの地に入れなきゃ、アラノに行く、エジプトに帰れるかと言って、エジプトには帰れないですね。だからカナンとエジプトの間をふらふら40年間して、それで死に絶えちゃったんですよ。どうして彼らは死に絶えたんでしょう。戦わなかったから死に絶えました。皆さんが戦いを避けて逃げ回る、彼らは40年間逃げ回ってたんです。みんな死んじゃった、全滅です。生き延びたのはモーセとカレブとヨシュア、この3人だけで全員死んでしまいました。割礼を受けたのは彼らの子供たち、彼らの息子たちですね。そういうわけで彼らは割礼を受けました。割礼の大切なのは何かというと、
エジプトの恥ずかしめ、エジプトの恥、奴隷であった恥、それを注ぎ取ったという、転がしたという意味ですね。そこでギルガルと言いましたけど、ギルガルという言葉の意味は転がしたという、あなた方の恥を転がして、もはやあなた方は奴隷であったことを、その時の恥を忘れなさいということです。で、私たちクリスチャンにとってのバプテスマというのは、これは割礼、ユダヤ人の割礼と非常に似た意味がありますね。彼らが体に割礼を受けるように、私たちも体でバプテスマを受けるわけですからね。ですから、まあ、基本的に並行した意味があると思います。で、私たちイエス・キリストを信じたらですね、私たちの罪が許されたんですよ。それだけではなくして、私たちの恥ずかしめが転がされた、ギルガルということで、私たちがバプテスマを受けたというのは、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けたということは、罪が許されて恥が取り除かれたということなんですね。で、残念ながらバプテスマを受けたにもかかわらず、その罪意識を引きずっている人が多いんですね。一応口は許されたという、確かに罪は許されたんだけど、気分というか感情とか、その感情では罪を引きずる、そんな罪を引きずる必要がないっていうか、もう許されたら許されたんで、それはあなたの罪だけじゃなくて罪悪感も取り除かれたんです。ただあなたが過去を思い出しながらそれを抱えているだけですね。もう一つ大切なことは、恥が転がされた、恥が取り除かれた。ただ神様はここで、今日あなた方の、どこに書いてあったかな、9節ですね、今日私はエジプトのそしりを、エジプトの奴隷であった時の恥をあなた方から取り除いた、今日取り除いたと宣言した。ですから、あなたが信仰を告白しバプテスマを受けた時に、神は今日私はあなたの恥を取り除いた、罪を許しただけで恥を取り除いたわけです。皆さんはギルガル経験をしました、ということはバプテスマを受けました。バプテスマを受けてあなたの罪は許されただけじゃなくて、恥が取り除かれたんです。残念ながらですけれど、まあ、ユネスコの報告として、この2ヶ月ぐらい前にね、発表されたことは、日本人の子どもたちが自己肯定感が低いだけじゃなくて、50カ国のうちに下から2番目だ、まあ、一番悪いと言ってもいいんです。というのは、日本人の子どもの健康状態は世界一だという。これはお母さんたちがおいしきちっとしたものを子どもに食べさせてるという意味で、日本人の子どもは肥満とか健康上の問題が全くほとんどないということですね。それはもう日本の食生活はもう圧倒的に素晴らしいというか世界一です。子どもたちは体は健康なんです。でも総合点から言うと、一番自己肯定感が低い。今度は大人はどうかというと、大人は最も低い、最低です。これは不思議も不思議ですね。というのは、日本人は優秀だからで、皆さんは日本の国に対してかなり文句あるかもしれませんけど、日本の国は本当に立派な国なんですよ。立派な国を形成したんですね。まあ、アメリカと比べたり、世界の国々と比べたりね、私はまあヨーロッパいろんなところ行ってきましたけれど、まあ日本は圧倒的に素晴らしい国なんですよ。それで、私がアメリカにいた頃、多くの日本アメリカ人は日本人が一番賢いと思います。特に私は77歳ですけど、65歳以下、50歳から65歳ぐらいの人はもう日本人が一番優秀だと今でも思い込んでるんです。それはもうね、ソニーですね、ウォークマンからトヨタから、もうアメリカの自動車はよく故障した、ヨーロッパのねベンツなんかもよく故障したんですよ。日本の車です故障しない、いくら乗っても故障しない車を作って、日本人はその頃はどんどんさトヨタに学べっていうことで、もう多くの人たちがトヨタに行ってね、名古屋に行ってこう勉強しに行った、トヨタにしに行った、日産に学べとか、
ホンダに学べるか、ソニーですね、特に。まあ、いろんなことで多くのこうビジネスマンたちが、多くのエンジニアたちが日本に来て勉強して、その頃の流行語は改善という言葉がアメリカで流行ったんです。改善、日本人はどうしてこれほど優秀なの、改善改善改善。ですから今の60歳ぐらいの人はね、いまだに日本人が一番優秀だと思っています。それなのに自己肯定感が一番低いっていうことはどういうことでしょうね。これはまあ私の意見では、そのまあ親家庭教育がうるさい、細かいっていう、細かく注意しよう、完璧な子供を作ろう、ダメよそんなこと言っちゃ、こうやって言うのよとかね、まあ子供をいつもいつもまあ注意してる、非常に微に入り細心に細かく正しいことを語らせようとしているわけです。親は子供が何を感じ何を言おうとしているか関心がないんですね。で、子供の言葉を聞いて、あ、この子はこうやって思ってるんだ、こうやって考えてるんだ、こうやって感じてるんだって理解していれば、子供はどん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 話すようになる、自己表現をするようになるわけですね。ところがいつもいつも否定するから黙っちゃうわけです。自己表現ができ、自分の考えや自分の気持ちや自分のフィーリングが話せないんですね。まして小学校行ったら、あの人変とか言われますからね。もう小学生は意地悪ですよ皆さん。うち3人いますから確信してます。そういうわけで、あの縮こまって縮こまってきちゃうんですね。学校の成績は悪くないのに自己肯定感は極めて低いという現象が起こっちゃったのかなと思うんですね。残念ながら子どもの幼児の時に刷り込まれたものはずっと、恥ずかしがりなさい、そんなこと言ったら恥ずかしいでしょ、そんなこと言ったら恥をかくのよっつうと、もう子どもはもう救急して恥をかきたくないっていう過程で生きてるわけです。まあいじめられたくないっていうふうに発展していくんですけど、それではもう自分の想像力も自分の発想も自分の考えも自分の気持ちも自分の考えも出てこないんですね。で、絶えずまあちっちゃくなってちっちゃくなって、いじめられないように、文句つけられないように、叱られないように生きちゃうわけです。ですからルース・ベネディクというアメリカの社会学者、日本の文化を恥の文化って極端に恥ずかしがある、それで自己肯定が世界で一番低い国になっちゃってるわけですね。しかし神様は、私はあなたの恥を取り除いたっていう、恥ずかしがらないでください。あるクリスチャンは、自分はクリスチャンであることも恥ずかしいっていう、良いことをするのも恥ずかしいって、例えば高齢の人に椅子を電車で譲りたいんだって、譲りたい気持ちあるけど恥ずかしくてできないんだ、どうしてそんな良いことをするのに恥ずかしがるかっていう、それまで恥ずかしい、良いことをするのも恥ずかしいっていうなっちゃってますよね。しかし神様はあなたの恥を取り除いたんで、どうか恥ずかしがらないでください、胸を張って生きてくださいね。はい、それがギルガル経験でした。それでまあそれからヨシュアが、まあ、エリコの城壁を眺め、夕方ですね、一人、エリコの城壁を眺めました。ヨシュアの才能は戦略を立てるということで、アメリカの陸軍はいまだにヨシュアから戦略を学んでいます。それほど彼は優れた、まあ、戦略士であった、まあ、軍隊の将であった。ところがエリコの城壁を見て、どうやってこれを崩すんだいっていうね、崩しようがないですね、そんな武器は持ってないし、とにかくその当時の軍隊は城壁を崩す能力はなかったんです。それを発見したのはローマ人ですね。だからずっともう何百年も後のことです、千年ぐらい後のことですからね。ですから
まあ、こういうのは城壁を取り囲んで水と食物がなくなるのを待つという方法しかなかったんです。ところがエリコには大きな泉が2つあって、それからゴンゴンと水が流れて、麦は取れるわ、野菜は特に果物ですね。今でも世界中に果物を送ってるぐらい果物がよく取れたわけですから、こんなものを放棄したっていくらでも食物を断つことはできなかった。どんなに優れた将軍でもどうやってやったらいいか、もう途方に暮れてたんですが、その時彼の前に一人の男が、まあ将軍のような服装をして、抜き身の剣を持って立ちはだかった。レオシオは驚いてしまって、あなたは私たちの味方として来たんですか、助けるために来たんですか、あなたは私たちの敵ですかと言った時に、その方は、いや私は軍隊の将と来たんだ、敵でもない味方でもないと、軍隊の将だ、お前誤解しちゃいけない、お前は自分が将軍で自分がトップだと思ってるだろう、そうじゃないよ、私が将軍で、こういうことで、まあヨシアはそこでひれ伏したと。で、時々ヨシアのように牧師も私のような人間もですね、自分の立場を誤解する。30年もホライズンの主任牧師やってるから、俺が教会のトップかなとか、俺が教会で一番権威があるんだよなみたいな誤解しますけど、実はそうじゃなくて、教会はキリストの体。じゃあキリストは何かというと、教会の頭なんですね。トップはイエスキリストで主任牧師じゃないんですよ。じゃあ主任牧師は何かというと、しもべに過ぎないんです。主任牧師の一番大切なことは、主を礼拝、そして主から、まあ、いろいろ教えていただく、戦略を教えていただく。ですからヨシュアがどうしたかというと、この将軍の前にひれ伏したんです。この将軍というのはキリストのことですけど、英語ではクリストファニーとあって、日本語ではキリストの権限という言葉が使われ、キリストの権限というのは、キリストが肉体を取る前に、人となる前に人間の姿をとって、まあ、数回だけだけど旧約聖書に現れた。アブラハムは2回経験し、ヤコブは2回経験しました。それは声が聞こえとか幻を見たんじゃなくて、人間の姿として、あるいは御使いの姿として、今回の場合は将軍と姿として、イエス・キリストが権限したんです。ですから当然彼はそこでひれ伏したわけ。そしてひれ伏して、どうか戦略を教えてくださいって言ったわけです。そしてこの軍隊の将は彼に戦略を与えたんですね。ですから私たちは順序を間違ってはいけません。私たちが働く一番大切なのは礼拝すること、主の前にひれ伏すこと、主の御心を教えて、戦略を教えていただくこと、それから戦いですね。それで、私はこのコロナとの戦いで戦略を預かったと思います。私もかなりね、悩んだんです。どういう戦略を立てていいか、まあいろんな教会がどん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 、教団と言われる教団、あるいはカトリック教会がどんどんと日本ドアを閉じてね、礼拝やめて、まあ、褒められたわけですよ。命を大切にする、私は非常に危機感を感じまして、そんなことをしたら教会は滅び、教会は存続しできないと私は思いましたね。礼拝なしで教会は生き延びることができるだろうか、私の結論はできない。礼拝しないで教会が生き延びることはできない、まあ、3ヶ月なり6ヶ月なりね。でこれから何ヶ月何年間つうか分かんないわけですから、私の結論は、教会は衰退するどころじゃなくて存在できないかもしれない、そういう意味で祈ったわけですけど、与えられた戦略は、とにかく教会の活動はやめない、戦い続ける、そしてできることをする、例えばマスクをしていただくとか、熱を測るとかね、ソーシャルディスタンス、除菌をするというのは、徹底的に渡辺先生と新学生が除菌してるんですね。もう集会ごとに除菌してる。昼間は、まあ、特に今新学校が始まりますけど、新学校が始まる前はアレックスと渡辺先生が2人で、まあ、人が去るようなところ全部毎日毎日除菌してました。できることはやる、まあ、お茶を飲むこともいいらしい、できることは全部やる。
だけど礼拝やめない。で3番目は礼拝に出席するか教会に活動に出席するかしないかはもうご自分で決めていただくということですね。熱があったり咳が出たり体調が悪かったり、あるいはまあ公務員の方は歌うところに行っちゃいけないよと言われたり、まあ、看護師の人はなかなか来られないし、看護師の家族もなかなか来られないし、高齢で体の弱い人の子どもさんたちも来られないし、まあ、いろいろ理由があるけれども個人が決めてほしいと、教会は決めるわけで、みんな体調が違う、年齢も違うわけですからね。もう皆さん大人だから、私は今まで誠実厳守、みんなは礼拝に来なきゃいけませんとか、あなた方は礼拝を必ず来るべきです、そんなこと言ったことないですよ。皆さん大人だから、私は子供扱いはしたくないんで、じゃあ皆さんがそういうことは、皆さんの体に関することはしっかりと自分で健康を守らなきゃいけないですね。ですからご自分で決めるしかないじゃないですか。自分の健康で自分の体から自分が管理するしかないんですよ。で自分で決断してほしいんですね。だけど教会は続けるというのが戦略でした。つまり今までと全く変わってないという、今までだって礼拝来る来ないは皆さんの自由でしたからね。祈祷会に来る来ないはもう皆さんの自由です。全て皆さんの自由でした。全く何も変わらなかったという、ただ除菌とかそういうことだけはしっかりやりましょうという。そして私たちの祈りは、まあコロナ感染というのは教会では起こらない、まあ、社会では起こっちゃうというのは私たちは何もできないんですけれど、しかし教会ではクラスターとか感染とかとにかく起こらないようにしようと、こういうことで今までやってきましたね。これからもしばらくこれで続こうと思います。そういうわけで戦略が、まあ、私にとって神様から与えられてこのように来ているわけです。それでこの軍隊の将がヨシアに与えた戦略というのは非常に変わっている、これは戦略と呼べるかというぐらいですね。それは中心はやはり祭司たちの契約の箱を運ぶ祭司たちが軍隊のど真ん中に置かれたということですね。中心は契約の箱だった。そしてその契約の箱の前に7人の祭司たちが角笛を吹き鳴らすという、こういうことで、その前に、まあ、軍隊が進み、そしてしんがりに契約の箱のしんがり後方の方にまた軍隊が進むという7日間かけるんですけど、初めの6日間は1日1回だけ行進する。城壁は9キロあったんです。その9キロのある城壁の周りを彼らは行進した。その時は一言も喋っちゃいけない、じーっと誰も一言も喋らない、ただ1日一度ぐるりと回ると。それを6日間やって7日間、7日目は7回回る。その時もずっと声を出してはいけない。ヨシュアが合図する時、叫べって言った時にハレルヤと叫べという、こんな戦略ですよ。いや全然我々が想像する戦略と全く違う戦略ですけど、毎日毎日じっと黙って行進したちが一挙にたまった、喋りたかったでしょうね。一挙にそれを叫びとして出したんでしょう。ハレルヤ、主は我らの勝利。そうするとガラガラと音を立てて城壁が崩れ落ちたというんですね。まあ聖書は叫べ全地よとか、まあ我々クリスチャン、福音の話は品がいいですからね。ペンテコステの人は叫ぶけどさ、我々品のいいクリスチャンは叫ばないんだよねとか言いますけれど、神様が叫べって言った時に叫べないのはまずいですね。神様は7日間何も喋らないで静まって私の神であることを知れと言った時には静まるんだよ。叫べって言った時は叫ぶんですよ。単純ですね。彼が叫んだ時に大勝利が来ました。彼らは武器を使わなかったですね。
彼は信仰によって、あるいは礼拝によって、あるいは神の言葉を聞くことによって大勝利、大奇跡が起こりました。まあ、このことに関して科学者というのはかなり研究しておりまして、この契約の箱に中にあった石というのは、エメラルドではないかということで、このエメラルド、十戒が書いたエメラルドがクムーランで発掘されたことがあって、でそれをイスラエルの政府は隠したんですね。もう非常にイスラエルの政府は敏感です。何か発掘されることによって中東戦争が起こる可能性が多いんですね。特に宗教的な理由で戦争が起こることが多いし、あるいはイスラエルの、シオン派みたいなのがえらく興奮しちゃうということが多いんで、まあ、隠すということを頻繁に行います、イスラエルの政府は。それで、まあ、これエメラルドでやって、その石が周波数とラッパの音とラッパの音の周波数と、人々がハレルヤの叫ぶその同じ周波数になって、それがパワーとなって、その周波数によって壁が崩されたという、まあ科学者はそういう説明する人もありますけれど、それは一つの説明だけですね。これ今度から言ったらいつか詳しい話をするかもしれません。ただアメリカの軍隊はもうすでにこの音の攻撃というのはもうすでに発明して使ってるんですけど、それは敵軍に対してある音を当たりとって、まあ敵は下痢をしたり吐き気をしたり頭痛をしたり戦えなく状態になってしまう。だから音は祝福するパワーもあるし呪うパワーもあるわけですから、そうやって武器としても使えるわけですけれど、まあ現代はそのある周波数によって物を動くということはもう実証されてますけど、しかし現代では石まで動かすということは明らかになってませんけれど、まあそういう説明をする人たちもいます。とにかく彼らは武器を使わないで、まあ大勝利をしたという。ですから私たちにとって信仰を持って戦う態度を持つ、勝利を確信して戦う、そして私たちの武器は何でしょう。こう言いましたね、御霊の剣。御霊の剣って一体何だよ。すなわち神の言葉を取れ。私たちの武器は神の言葉ですね。神の言葉を叫んだ時に彼らは勝利しました。戦い続けましょう。お祈りします。